ありがとうございます。まあ、こんなロートルがいただいてもいいのかなっていう気がしないでもないんですけど、特に横浜君なんかはまあ空手やってたんで、本当にさっきも言ったんですけどね、ステップが違うんですよね。ステップという言い方が変だけど、足のさばきが。それを一からやり直して、もう引き絵でもちゃんとボクシングをやってるっていうふうに見れるぐらいまでちゃんと叩き上げたっていう、その努力には本当に頭が下がりました。この出演の決め手というのは何かあるんでしょうか。いや、もう僕、人間関係しかないです。やりたいかやりたくないか。もうやりたいかやりたくないから、もう人間関係で人す。間関係。坂本監督から佐藤浩市さんというのはどのような俳優さんでいらっしゃるんでしょうか。まあもう出会ったのは三十何年前で、まあ、周りからまあ腐れ縁とか言われますけど、腐れ縁というより縁が腐ってます。もう照れてというか、あんまりこういう席ではどうなんだい、あ、ど、あ、いや、失礼しました。どうなんでしょうね。タメ口なんですよ。すみません、実は2つ上なんですけどね、はい。普段タメ口で。ここにタメ口がもう一人そこにいますけど。黒木さんがタメ口を使うんですか、さん監督に。そうですね、許してくださるからついつい。佐藤さんと黒木さんは2013年公開のですね、草原の椅子以来の親子の役だったかと思います。親子としてまた共演されてみて、黒木さんいかがでしたでしょうか。いや、私はもう嬉しいしかないと言いますか、その時は本当にまだ映画も全然出させてもらったばかりの頃でしたし、もう右も左もわからないような感じだったので、その中で本当に浩市さんが優しくお父さんとしてその場にいてくださって、こうしてまた親子としていられるってことは自分にとって本当に何でしょう、奇跡のようなことですし、続けられてるってこともそうですし、またお会いできるってこともそうですし、なので本当にありがたいなと思っております。まあまあ、ごめんなさい、若い俳優さんとご一緒して、でそれから数年経ってまたご一緒した時に、その人がどうなってるか、それを自分の中で感じるということも僕らの世界の楽しみでありますからね。楽しみにしてるのはやはり今までやったことがない役というのは、なかなかもうこの40何年やってるとなかなかそれないんですけどね。だけどそういったふうな気持ちでいられることを自分の中で心がけてやるようにしてますし、またそういうふうに思いたいと思います。